ャンプからいきますね。さあ、うわ、当たってる。ただこれ難しい。内村だった。でかいですね。切り返した。警戒している。なるほど、警戒していると。ここ止まっている。シシノボだ。さあ、体力が苦しい。ガムダシ。インパクトを受けられない。パナック。きたー。さあ、当たらない。残った。おっ。うん。さあ、リボ難しい。エナコがこの体力リードをじっくり待つか。上。切り出した。どうだ。まだ振る。まだ振る。勝負のアポリユーザー。これはでも、そうですね、無敵が長いんで分からなくなった。分からなくなりました、ね、ワンチャンス、シシロボだ。ラッシュ、様子見。どうだ、上か、下か。エナコはじっくり止まっている。体力リードはわずかで、エナコシシロボタンは罰も受けられない状況。きたー。マジか。ここでグラディウス、ハリノアのコース、グラディウス一戦。本当にハリノアですね、今のは。やべえな、この幕張に歴史を刻むか、フルセットウジランド。うお、飛びから中 段。ただ走り追い詰める時間が早いのはエナコ。インパクト、チャンスを作るのはエナコ。中足コンボで、さらにおかわり、欲張りさん。さあ、これ使った、チャンスがある。ただ攻めをやめない、攻めるのをやめないか。バードバードバード、まだ分からない。エナコには1ゲージもない状況。対して白ボタンはゲージがある。バードもあるか。白ボタン、うわっ、バードした。勝負のファラックス、バードしてしまった。エナコ圧倒的有利な状況。さあどうだ、立ち返し、インパラ。そして、うわ、これで決めたのはエナコ。いやー、決めましたね。戦制したのは美女と野獣たちとエナコ。そしてシシロボタンさん、はい、前回のシアルカップに引き続き参加をいただいております。そうですね、まあ、かなりやはり、アシストコンボを使った置き攻めだとか、そういうところもしっかりできるプレーなので、エナコ選手がそれに対応できなければ、そのまま一気に夏の大将戦の勝利。ゲージ状況ほぼほぼですね。おお、うまい、うまい。いやー、そうだ、しっかり、恥ずかしい。届かず、ダッシュ、打っていく。あまりにも、ね、これがトペラの弾力、はい、さあ、張ってきた、トペラが体力リード。うお、打つ、ダッシュ、上。難しいですね、今の体力はかなり。お互いドライブゲージはほぼイブの状況、入れ替わった。これめっちゃでかいっす。きた、クールに決める。残罪と迫るマキシマム。しっかり完走、これ難しいんですけどね。さあ、パーティーは終わらない。やったフード、まだ埋める、埋める。さあ、どうだ、来るか、来たか、どうだ、来た。前回の悔しい思いを勝利につなげたウード、素晴らしい勝利を見せました。いや、崩しましたね。いや、本当にその野倉選手って本当に守りが堅いプレイヤーで、ガードを崩すのがすごい難しいんですけど、野倉選手そこをもう読み切っていきましたね、野倉選手の守りを。いやー、良い試合だったなー。マキシマスライク、ここから切り返したいですね。さあ、ラッシュ、2回走った。いやー、エクスプレス。さあ、どうなる。スパイキアの流れが止まらない。バランス感覚が素晴らしい。マシンガンチョップ、これは飛んでいる。ただスパイキアが、もう止まらないですね、これ。スパイキアが襲ってくる、もう止まらない。こうなったザンギフはもう止められないですね。あと1点、はい。さあ、どうなる。3ゲージあるぞ、ザンギフ。さあ、加瀬はどうする。さあ、キル、エセス、ガード。いやー、これは間に合った。サイクロンダリアと決まるぞ、スパイキアー。素晴らしい試合でした。チームを救う一勝、地方制したのはスパイキアー。いや、これは今度は、今度は入れるか。今度はどうだ、今度はどうだ、今度は来たー。ここでコンボ完走、ベールライダー炸裂、残らない。素晴らしい、このコンボ完走、素晴らしいですね。超えた、一狩り決める。さあ、吉川が奏でるは勝利の調べ。魔人クエスト成功。
ただこの2人インパクト配置、うわー、ここで読み勝ちが多いですね、非常に最悪。ただエナコのバンカーストラット、素晴らしいですね、このバーアウトしてる時にね、感極まるエナコ、涙が見える、勝利へ繋いだ。いや、この多忙な東京ゲームショーの中でここまで繋いだ決勝戦の勝利だ。やはり非常に練習を積み重ねたと思うので、そうですね、はい、それがいい結果につながって感極まっていますね、素晴らしい、本気で準備してきたからこそのこの涙です。そうですね、最後のバルカンポイント一本決めた。いやー、これはサスペントリード、かなりサゼク選手のペースになってます。ええー、おおー、返した。ただドグラもインパクト返し、見事、いい判断でしたけどね、今のドラムインパクトは。さあ、そしてゲージも奪っていく、はい、サンライズテストのマキシマム、しっかり完走してリード取ったドグラ、読み合いにも入ったから入れ替える。いや、これかなり緊張がありますね。さあ、サスケも前に行く、投げてダメージは取っている、ゲージもあるので中段3ゲージあるぞ。さあ、3ゲージある、使わない、ここは、うわー、後これはまずいぞ、来たー、来たか、これ来た、ゲッツが採用、スタティック、これぞ王子、ゲッツが採用、ここでまさかの3点目、3点が決まりましたね。さあ、いけ、ササティックだ、来たぞ、ササティック選手、魂のキャラ、ジェイミーとともに非常に動きが良かったですね、はい、この大きな一勝をチームに届けたそしてノベラは CR カップ何かに呪われている。ね、まあ、このルールに一番嫌われているプレイヤーですね、ノベラ選手は前回も負けてるんで、以前は関裕太に、そしてササティックに敗れたエアキャラマノン・ジェイミーに敗れた。ミケル・メアだ、両者ともにかなり立ち回り丁寧にプレーしていきます。硬いですね、お互い。さあ、ただ足掛けて渾身の飛び合わせていきましたね、これ大ダメージ。オーディとスクがマーチのストライク、さあ一気に流れ、フードが掴んだ、力強いですよ、DJ 足の攻め。さあ、位置入れ替えられないように、さあ一気に速い展開になっているこの対象戦、さあフードがタイルフィード、梅原もしかするか、ジャストパリ、このジャストパリ冴えてますね、梅原選手。さあ、粉塵タッパキ、ラインは一気に押し上げることに成功。さあ、これあいち、おお、あいつコンボ下中、さあ、これで2ゲージたまると判断した。サンライズフェスティバルマキシマム、今度は完走。いや、今のうまいですね、相打ちから下中東京ピンチですね、この状況は。走ではゲージをかなり持っている、なるほど、どうだ、ディーサル見えるのか、俺は行きそうだ、どうだ、どうだ、どうっていうか、まだ残る、ただ十分なダメージ、インパクトは受け止められない、 SA 等で返すしかない、もしかしたらやっぱり梅原には道が少ない。さあ、これは3ゲージをとりあえず当てていきたいですよね。硬いですね、工藤選手、うまい、あー、乗ってこんで、梅原選手、海水を見せるか、梅原逆境は梅原の大好物だ、ツイッター中足で差し込んで、新流レッパー風の絶望の壁足で追い込んでいった。さあ、どうかした、フード、ただフードも確認しているですね、この下中パンチが非常に DJ は守りの要として使われます。さあ、お互い SA3 は吐き切った、はい、あとは立ち回りの勝負、これゴムの状況ですね、投げ、フードがリーチ避けている状況、マッチポイントは一体フードが追い詰められているのは梅原、いや、プレッシャーかけてきますね、すごい攻めだ、フードがガンガン前に来る、電車が前に来る、仕留めに来てますね、見てる、フードはこれまで前ブラッシュを切った、打ってきますと打ってきた、さあ、まだまだ攻めてくるぞ、うおー、来たー、うますぎる、ただまだまだある、高い下狙う、梅原う予知している、次は打っていない、パキ、うわー、これもすがしたいね、来たー、ナイスの下がりでしたね、今のはトラウマを乗り越える、はい、フードの一発、いや、素晴らしかったですね、攻防最後の大将戦を制御、このオーディー昇竜で相手の波動拳を抜けることができます。さあ、写真、写真、通して使っていく、使っていく、
さあ梅原リネジコム新勝利、この火力が竜の帯ですね。さあこのリードを糧にどう立ち回っていくか、のちゃん。さあまずドライブゲージ回復したいメロデジ。さあここで一旦また稼働の内側に戻ってきます。じっくり回復してますねドライブゲージを、さあ梅原、おー強勝利で抜ける、梅さんもからの素晴らしい強勝利抜け。そしてゲージはここはまだ使わない、残していく右サブ狙いと。さあ一度かね、さあダイパン、さあここの橋の攻め、ダイヤしっかりして、さあ一発圏内、梅原をどうしとく、瀬戸ちゃん、これは強ファンラッシュ、行きました。大将挑戦戦勝利したのは梅原大吾、やはり大パンチ当ててきましたね。合図とともにね持ち上げてください。5人で全員よろしいですか、参ります。改めて優勝はチーム美女と野獣たちでした。おめでとうございました。次回の CR カップでお会いしましょう。さよなら。